はいどうも、キスケです。今回ですね、ライバルズ実況始めていくんですけども、使っていくデッキはゼシカ。デッキの中身がこちらです。まあ氷海ゼシカですよね。うん、でやっぱり新カードが加わったことによって氷海ゼシカが非常に安定するようになりました。まあその一つがこれ、スノーモン。やっぱりね、氷海ゼシカで氷海を生み出すカードが少なかったので、まあこいつの登場によりより安定した氷海ゼシカが見れるんじゃないかなと思ってます。はい。でまあイオナズンはね、やっぱり今の環境トルネコが非常に流行ってるんで、まあ、2枚積んでも全然腐ることはないと思います。まあアグロ環境っていうのもあるんで、まあ、全体除去は非常に優秀です。はい。でまあやっぱりベロニカですよね。うん、まあベロニカがね、いや優秀ですよ。まあ基本的にベロニカ置くタイミングで、まあテンションスキル3回ぐらい回ってることが非常に多いので、ベロニカでまあ得意カード3枚持ってくるっていうのが基本になってくるし、まあそっからのね、メラガイアであったり、まあメラゾーマであったり、まあそちらでね、まあリーサル一気に決めれるので、ベロニカは非常に優秀です。はい。でこのね、ちょっと騒がれてたフローズンリンク、これもね、ランプピサロとかコントロールククールとか結構ね遅いタイプのデッキにめちゃめちゃ刺さりますめちゃめちゃ刺さる。もうゾーマとか竜王とかバルザックとかね、ネルゲルとか、その辺のユニットをもう氷漬けにしてあげると非常にね楽しいですよ非常に楽しい。はい。それではこちらでですね、ランクマッチ回っていくんですけど、よろしければねチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。動画の方最後まで見てってください。それではランクマッチ行きましょう。腕が鳴るわね。はい、それでは対戦やっていきましょう。お相手アリーナですね。さあ先行いただいていきましたね。さあこれはフロストキズモだけキープでいきましょうか。容赦しないわよ。微妙ですねちょっと思いっきり行くわよ。手札が寒い、手札が寒いよ。おー、くちばし。おー、なるほど。まあこれヒャド打っちゃっていいっすね、別に。はい。さあ終了。別にテンポじゃないんでね、うん、全然打っちゃっていいと思います。さあテンションアップ。私の技味わわせてあげる。さあナーフされたボイスでテンションをしっかり回していくと、さあ精神統一、相手しっかり手札デッキを回してますね。お、来ましたね、ありがたい。テンションアップ、ほい、スノーモン、この顔見てください。あ、こっち顔ね、見てあげると分かる通り口閉じてますね。ちょっとあれなんかな、やっぱり嫌なのかな。もちろんグレーン打ちましょう。ほい、そうですね、フロストを出しましょうか。はい、テンションアップ、顔、ターン終了。まあネルゲルのために、いやでもまあそれはいいか。テンションアップ、メラーゴースト。さあ顔、メラーゴースト、ほう、キラーパンサー走れますね。顔なんだ、なんでやろうフローズンリンク、これでまあネルゲルも安心ですね。はい、テンションアップ、キラーパンサー走ってくれ。処理、顔、はい、ターン終了。まあ、いてつく大事みたいなのが欲しいですね。さあ5ターン目の動き、どうする。キラーマシン、おー、フローズンリンクをしっかり回避していく。さあ評価出して、そこがまあ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 いいでしょう。顔、ヒャドグレンで取るか。うん、ガチャコッコ悪くないっすねこれ。おお、ガチャコッコ強いじゃん。4-5非常に強力。はい、テンションスキルで、はい突破。
グレンの炎で焼き尽くしてあげよう。いや、ユニットで取ろう。はい、買おう。ターン終了。まあ、3点ダメージちょっと残しておきましょう。2点ダメージで取れるなら2点で取っておきましょう。はい、さあしっかりとトレードしていく。6ターン目の動き、瞑想をしっかり回復していく。さあ覆面バーニー、テンションアップ、瞑想。うわ、回復しすぎじゃねえかおめえ回復しすぎやろさすがに。ククールかおめえは本当。これベロニカ行きましょうか。はい、ベロニカ、ほい、ベロニカ。最強の魔法使いベロニカ様がお相手するわとのことですね。さあ何、ピンクタイフン、おお、これいいじゃん。疾風人雷、ピンクタイフン2枚来ちゃったのか。んー、まあけどこれ動き封じれるんで強いっすね。そしたらガチャコで突破して、テンションアップ貯めて、はい、顔ターン終了。まあストレートパンチで取られちゃうんでね、キラーパンサーで取っちゃうと。まあそれをケアしました。まあ闘魂打ちで取られるんですけど、まあそっちの方が使ってくれる分にはありがたいのかなという感じです。味わしてあげる、シップ人類。これ顔にも打てるんでね。あ、ユニットだ打てないわ、嘘ついた。覆面バーニー、まあ疾風陣雷打っちゃっていいかな。行くわよ。さあ無痛でエビ、これネルゲル出したいけど、まあ別に焦る必要もないのかなっていう感じですかね。はい、シルビアは次のターンでいいですね。疾風陣雷、よいしょ、初めて見ましたねテンションアップ、ムツデビ、ほい、顔顔ターン終了。それピンク台風で動き封じれるのはでかいっすよ。うん、縦一列なんで、はい、勝ちましたね。いや強い完封ですね。はい、対戦ありがとうございました。いつでもいいぜ。はい、それでは対戦やっていきましょう。お相手ククールですね。珍しい、珍しいね、ほんまにククール。マジで氷河期突入したんちゃうかっていうぐらいね、もう絶滅してますからね。まあどんぐりベビーのためにメラミ残しといてもいい。うん、まあ、やっぱりククールはですね、まあ僕一番使ってるから分かるんですけども、やっぱり盤面にユニットが残らないと、きついんですよね。うん、なのでやっぱり確実に相手の盤面を枯らしていく方針でいっていいんじゃないかなと思います。はい、テンションアップ、ターン終了。さあどうするかな。さあどうするかな。イエローシクル、まあ基本的にね、氷塊出すのであれば、まあここですよね。やっぱりネルゲルをケアしないとダメなので、はい、ギズモかな、ほい、ターン終了。やっぱりセンターに置けば、まあやっぱりね、その隣接する敵ユニットが増えるので、フローズンリングも刺さってくれる盤面があるのかなと。まあ、ただやっぱり大型ユニットに打ってあげるのが非常に強いんじゃないかなと、容赦しないわよ、そう思います。はい、これはまあガチャコ、テンションアップ、グレン、パンチ、ターン終了。グレンの炎で焼き尽くしてあげる。まあ相手幸いにも2コスユニットから動けたんでね、やっぱりククールはね、2コスユニット引けないと非常に厳しいですよ。うん、めちゃめちゃきつい。さあ、ともしび小僧、これも嫌ですね。いくわよ、スノーモン。
紙ガチャ国庫で突破するか。2点ダメージなんでね、やられないんで、とりあえずベビーパンかな。グランドクロス警戒しとくか。まだザラキも飛んでこないんでね、グランドクロス警戒しましょう。はい、いや、パワースナイパーあるから、これはスノーモン。はい、テンションアップ。メラメラミで、ガチャコで突破します。まあグランドクロスがあればあれなんで。うわマジかよ。僕が使ったらそういうことにはならないんだけど、おかしくねえか。おかしくない。さあ行こうか。さあどうする。まあ灯火小僧強いですね、やっぱり非常に強い。ただやっぱり盤面枯らしていくことがね非常に大事なので、枯らしていきます。はい、さあ灯火小僧をさらに出していく。好きやな灯火小僧。メラミ、まだ2点ダメージか。どないしようかな。メラミ撃つ必要はないか。テンションアップ。ほい、ベイビープンスル。ほい、いっちゃって。スノーモンで、いや、メラミ、おいマジかよ、エイム良すぎないか。どうした、主人に主人に貢献しすぎやろ。さすがに強すぎる。それは的確に体力2を打ち抜いてますね相手。サパースナイプ、イーブルフライ。なるほど、その癒しの波動はなんだ。その癒しの波動はなんだ一体。容赦しないわよ。ベビーパンサーか。まあグランドクロスないってことでしょうね。ベビーパンサーテンションアップ。6つでエビ、はい、顔顔ターン終了。次ネルゲル安着できるかな。まあ確定除去があるんでね、ククールには。はい、ほぼいいよ。氷塊どこに出る。わナイス、氷塊そこ嬉しい、素晴らしいですね。これまあザラキ持ってんのかな相手。持ってそうな気がしますね。持ってそうな気がしますが、まあこれはネルゲルでしょう。ネルゲル違う、こっち、ほい、顔ターン終了。さあ三、三か。さあ行こうか。きついね。まあ持ってるよな。55だったらマジでよかったんだけどな。まあきついな。まあしゃあないよなこれは。しゃあない、これはしゃあないですね。フロストギズもテンションアップ。ああ終了。まあこれでね確実にフローズンリンクが刺さってくれるんで、まあ次のターンゾーマとか出されても確実に氷漬けにしてあげましょう。はい、まあいてつく大地もあるんでね、別にそれほど困ることはないのかなと思います。さあ竜王、これはもう氷漬けに変えちゃいましょう。氷に変えます。ひでえ話ですよ。癒しの波動も打てない、氷があるからね。ひでえ話だよマジで。ほら氷なさい。あーあーかわいそう。あー終了。これはこれは悲しきかな竜王。マジかよ、マジです。エモフしてなかった。ガチャコッコ
イーブルフライ。あ、強いなそれ。さあ癒しの波動が打てない。ベロニカ強っ。ベロニカ、さあ何でもいいよ。メラガイアとか来てくれれば。魔法使いベロニカ様がお相手するわ。お相手するわ。ほらほら行こうよ。メラガイア、ヤマビコ、ピンク台風。悪くないじゃん、悪くないよ。ヤマビコからのねメラガイアとかもいいかもしれないですね。まあグレン打ってから持ってきた方が良かったかなこれ正直。まあしゃあない、時すでに遅し。おい、パンチ。時すでに遅しですね。ほい、よいしょ、パンチ、ターン終了。さあメラガイアいいですよ。俺のターンだ。あと1回ぐらい回したいですね。テンションスキルすればヤマビコからのメラガイアいけるんでね。さあアンルシアしっかりかけていく。これピンク台風も強いよね。おい、今思ったけどまあまあ強いぞ。あーベロニカが女と女の非常の戦い。これ突破するか、キラーパンサーしないと怖いよね。さあ突破していく。まあここで氷解解けちゃっても、お、マジそれ、ありがてえ、ありがたい氷解回復。これがねやっぱクールと対戦しとったらね厳しいですよねやっぱり。さあメラゾーマ、テンションアップ、ピンク台風でとりあえず動き封じましょう。ピンク台風、まあ次の次になるな。メラガイア使い回すのは、いや山彦からもうメラゾーマ打っちゃってもいいかもしれないですね次のターン。そう考えればまあ、これねネルゲル出てもおかしくないですね。やっぱりコントロールタイプだと思うんで、これ氷解出しといていいんじゃないかな。はい氷解、おい、ネルゲル封じ完了。そしたらどうしようかな。これ普通に山彦からのメラゾーマの方が火力出ると思うんですよね。そろそろ決めないとね。ターン終了。さあ行こうか。ゾーマとか来たらきついね。さあカミュ、よーベロニカ。さあベロニカ、お仕置きの時間だぜ。マジ何する気、恐ろしいな。お仕置きの時間だぜ、怖すぎ。まあこれ多分ねメラガイア打ってテンション回して多分スモだと思うんだけど違うかな。メラガイア、いやーやまびこ使うか。じゃあはい、焼き尽くしてあげる。まあ何でもリーサルでしょ。はい、メラガイア、メラガイア、すさまじい、すさまじい。では次回復積まれてもヤマビコメラゾーマメラゾーマでね積もなんで、はい大丈夫だと思います。メホマでも大丈夫。ザオラル、ハグルメタル、これ氷解復活したら面白かったんだけどな。顔詰めていく。さすがにリーサルはないと思います。タンバリンがあってもきつかったね。癒しの波動、癒しの波動、無駄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 だ。私のターンね。はい、これヤマビコメラゾーマで終わりですね。はい、ヤマビコメラゾーマ、メラゾーマ。はい、全く氷解じゃねえじゃねえかっていうね。灼熱炎の中で踊れ、勝ちです。強いな。はい皆さんお疲れ様でした。今回ですね、氷解ゼシカ使ってみたんですけどもいかがだったでしょうか。
いや結構ね安定感があって強いんじゃないかなと思うんですけども、なんかね結局ベロニカじゃねえかよっていう試合が続きましたよね。まあそれだけベロニカは本当に強いユニットなんですよねやっぱり。でまあネルゲルもいるので、まあ基本的にね、メラゾーマとかメラミをまあ相手の盤面ユニットに入ってあげても、まあ、問題ないのかなと思ってます。はい、やっぱりね安定して氷塊が作り出せることによって結構ね、キラーパンサーであったりまあいろんな氷塊を駆使した戦い方ができるので、これはねなかなか安定感のある、まあ、今までにない氷塊ゼシカなんじゃないかなと思います。はい、それでは呪文の発行いたしましょう。よろしければですねこちらフリーマッチランクマッチで使ってみてください。それではねよろしければチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。チャンネル登録は画面右上の僕のアイコンからその他もろもろ動画出してますんでね、よろしければぜひご覧ください。 Twitter の方概要欄に URL 入ってるんでね、よろしければフォローの方お願いいたします。それでは良きドラクエライフを。バイバイ。